江川卓の高され。今回は、はい、直近のプロ野球の話題について、まず大谷選手。はい、大谷選手が40本塁打と40盗塁の 40-40 を達成したと、うん。しかもその40本目のホームランは日本人初のサヨナラ満塁本塁打を決めたと、うん。で、現時点で今44本、43盗塁まで数字を伸ばしていくと。言ったところなんですけども、はい、はい、まずは大谷選手感想ですか。感想です。もうびっくりです。まあ日本でやってる時はそんなにはすごくなるかもしれないなぐらいに思ってましたけど、メジャーに行ってから非常に成長したということは言うよりももともと持ってたものなんでしょうけど、まあメジャーの選手がびっくりする選手になったので、もう 2,3 年前まではメジャーに入っても引けを取らないみたいな表現してましたけど、今メジャーの人が尊敬する人になったからね、あんな選手いないっていうふうに監督さんもおっしゃってるし、まずはピッチャーとして投げてたカーンと打った上がった感覚でセンターフライだなと思ったんですが、みんなホームランになってるんですよ。僕らから見てこう上がった角度で大体わかるんですよ。上がった角度でセンターフライと思ったのがホームランになるっていう。多分それは何で起こるかっていうと、多分スイングスピードっていうのが普通の人のスイングスピードよりはるかに、まあ 10%、20% もあるかどうかわかりませんけど、速いんだと思いますね。だからスイングする、そのスイングスピードが速いんで、上がった角度の我々が見るとセンターフライ見たやつが、そのスイングスピードで持ってかれて多分ホームランになってるっていうことだと思いますけど、分析としては。だから、まあ、こんなことを私が言っても面白くはないですけど、投げてみたいですね。投げてみたいです。で、これはね、これまあ、言う機会がないんでここで言いますけど、これ批判と取って面白くないんで、批判と取らないからね。でも、ほとんど打ってる場所は一緒です。真ん中外めのボール。リーチがあるので、ホームラン打ってるボール、ほとんど真ん中外めのちょっと入ったやつです。あるいはギリギリのボールまで届くので、そこが一番ホームランにしやすい。もともとうまくパッとこう、内から出していくバッターなので、スイングは遅めに振るんですけど、スイングスピードが速いんで、それを持てってるっていう打ち方するので、外目のボールがよりゆっくり捉えられてるんだと思います。だから、まあメジャーの場合はインサイドのボール、ストライク取らないんでね、あんまり。それが非常にいい効果になってて、外目のボールをみんな持っていけてるっていうところがあるので、あそこ投げたら全部ホームランになるよっていうところに、みんな怖いんでそこ行くんですけど、届いちゃうっていうとこですかね。だから引っ張ったホームランよりもちょっとセンターが今多いですもんね。まあちょっと驚きますね。だから投げてみたいですね、ちょっとインコースにね。インコース、まあどうしても少しアッパーなんで、インサイドのインハイのところはちょっとこう遅れるとは思うんですけど、その遅れるやつをどうやってこう修正して打つかっていうのをちょっと見てみたいなっていう。見てみたいじゃない、投げてみたいっていう感じですかね。なんかインハイを豪快に空振りしてるイメージは結構確かにありますね。でもメジャーも総合してそうなんですけど、やっぱりこう、ツーシームっていうシズンボールで、今、ようやくこの間も菊池投手、今永投手はもうやってますけど、結構フォーシーム投げるようになってきましたよね。外の高めで空振りさせたりっていうのが増えてきてますので、アッパースイングがほとんどですから、落ちるボールに対して、少しみんなフォーシーム増やしてきてるピッチャーが増えてるなっていう印象は持ってますけど。全部は見てないですよ、メジャーの試合。本当に少ないんでね。感想だけですけど。で、大谷選手、ホームランバッターでありながら、まあ、これだけ走れるっていうところについてはどうですか、はい、これはイチローさんがメジャー行った時にホームラン日本で結構打ってましたけど、あ、これホームランではアピールできないということで、もう肩と野手への送球ですね、これとヒットでメジャーでも屈指の選手になったっていう、切り替えてこう成功した例がイチローさんだと思いますけど、大谷さんはピッチャーがちょっと今年できないので、どうしたらそれにこう越すプラスして話題というふうに考えたときに走るってことを考え出したんで、これはもう、私あんまりピッチャーなんで走んなくてもいいかなと思ったけど、今年はそうか、ピッチャーじゃないかと。野手でトップ打ってるのは一番バッター打ってるんだと思って、だとしたらアピールとしてはそれがあったかっていうふうにして、ちょっと想像を超えられましたね。考えてなかったですね、そこまでは。だから、プロってやっぱり想像を、我々の想像を超えたところに凄さがあると思ってるんで、それはやっぱすごかったなと思いますね。もう全く考えつかなかったですね。はい。だから完全にもう負けてますね。考え方として負けてる。二刀流始めた時もおっしゃってました。
うん、はい、いや二刀流はほら感覚としてあるからね、はい、前言ったようにそら僕らはほらピッチャー重視のバッターだから、はい、彼はバッター重視のピッチャーっていう考え方を変えたんで、そこもすごいなと思いましたけど、新しい発想だなと思いましたけども、このバッターだけやるのに盗塁を入れるとは思わなかったですね、ただ、まあ、これもまたほらただになるから批判に聞こえるとやるんだよね、ただもうちょっとメジャーのピッチャーも形成したらいいのにと思うぐらいフリーですよ。ほとんどキャッチャーが投げられないことがあるから、ちょっとやっぱり今のメジャーっていうのは牽制っていうか、走られることにあんまりこう苦痛を感じないって言ったらいいのかな。ちょっと日本の方は非常にきついですからね。だからそこは大谷さんいいとこ思いついたと思いますよ。すごく。これはもうできたらもう50-50いってほしいね。まだ狙えますね。ね。もういけるでしょう。ギリギリ。今のデータだとなんか50本49盗塁らしいから。データの数でいくとね。うん、ね。うん。らしいですよ。ちなみになんですけど、はい。日本でこの40-40を達成した人はいないんですけど。あ、いない。いないんです。いないですか。ただ、43本塁打、38盗塁と、かなり惜しかった選手がいるんですけど。43本で38盗塁？はい。誰かなんでしょう？はい。ちなみに江川さんの引退年ですね。え、誰だろう、走るって。43本って38個盗塁してる？すごく思いつかないね。パリーグです。パリーグ？秋山さんとか。あ、当たった。ああ、よかった、出て。秋山さん。あんな感じなんだ、じゃあ。皆さんでもよかったですね。これ答え出したら、あ、大谷さんってあの、秋山さんの感じなんだ、みたいな。のすごい。まあ、秋山さんもすごかったけど、そのイメージなんですね。ああいう感じなのよね。なるほど。そうか。今初めて分かった。比較したら。比較って面白いね。大谷さんってどういう感じなのって言われた時分かんないけど、秋山さんですよって言うと、あの感じかってなんとなく分かるもんね。90年にも51盗塁35本と、まあ、惜しかったシーズン。はい。まあ、ホームランも打てて走れる選手。秋山さんってでも、盗塁のイメージの方が強いよね。ホームランは、なんとなく中距離というか、ライナーで打つから、こうガーンっていう、田淵さんみたいなこうホームランじゃないから、なんとなく、原さんと似てるライナー性の当たりホームランみたいなのがなんか、イメージ強いよね。でも、盗塁はすごかったっていう感じがあるから、あの感じじゃないといかないのね、きっと。だから、イメージとして、ホームランものすごく打ってますっていう人はいかないんですよ。盗塁少ないんですよ、きっと。だから、盗塁いっぱいしてるけど、ホームランもすごく結構打ってるよっていうようなイメージの人は、行くんだね。そういう感じか。自分が今初めて分かりましたよ。どうして正解したかあんまりよく分かって、よくできたなと思って。ちなみに皆さん絶対正解しないと思ってたよね。難しいかな。ね。はい、よかったわ、正解して。今日調子いいのかな。続いての話題で、DeNA の三浦監督が、はい、まあ、ブチ切れたと言いますか、まあ、怒ったという話題で。よくブチ切れてるんだね。もう知らないもん、あんまり。三浦監督というと、温厚なイメージがあるんですけども、はい、先日の阪神戦で3点リードで迎えた7回に、ウィック投手が、まあ、連続フォアボールとヒットでノーアウト満塁にしてしまって、まあ、そこで三浦監督がマウンドに向かったんですけど、その時にウィック選手が、まあ、ノー交代を拒否したんですけど、拒否して、まあ、マウンドに続けたんですけど、何回ですか、それ。7回。7回。はい。うん、7回3点リードノーアウト満塁。はい、はい。で、まあ、これに対して三浦さんはものすごく怒って、チェンジ、すごい形相で、降板を命じたシーンがあったんですけども、うん、こういう、まあ、一連の感想を。ウィックさんっていうのは、マウンドで表情をものすごく出すピッチャーですよね。で、その試合の、もう何試合も前に、実は横浜スタジアムの試合をたまたま見ることがあって、それは何回かありました。審判の判定が、自分のストライクとボールがすごく違って、すごく怒ってて、なんであれがストライクじゃないんだっていうのをよく怒ってる感じがあったので、ああ、割とこう、マウンドの上で感情が出るピッチャーなんだなと思って見てましたけど、まあそれがその時に初めて監督の方に向いちゃったっていうところでしょうね。でまあ試合はやっぱり監督が決めることなので、それは絶対ノーでしょうね。ダメでしょうね。はい。
降板拒否っていうのはチームの統率を生み出す行為ですし、まあ、絶対ダメなことだと思うんですけど、はい、まあ、そういう経験とか、まあ、見たりとかってありますか？通常は監督が来た時にまずその最初の時は昔の話です。今はもう交代入るつんでコーチが出てきたり監督でもすぐ交代になっちゃうんです。昔は一回監督が来たりする、まあコーチが普通は来るんですけど、大事な時は監督が来るんですよ。その時に行けるかって聞かれるんです。大体行けるかって一回聞かれるんです。で、普通は行けますって答えるんですよ。無理だなと思っても一応行けますって言います。で、もう一人頑張れって言って投げて交代だったりするんですけど、行けるかって変わりますって言ったのは佐田岡だけです。交番拒否じゃなくて続投拒否です。続投拒否です。行けるかって時に変わりますって言ったのは佐田岡が一回言ったことがあります。ね、その話は有名で、ね、絶対普通は行けますって言うんですけど、変わりますって言ったのは佐田岡さんだけですね。交番拒否っていうのは見たことも聞いたこともないですか？そうですね、多分監督が言って変わるって言って嫌だって言ったら、多分それからしばらく使われないと思います。まあファームに行かなきゃいけなくなったり、そのぐらい厳しい処置になると思います。罰金もあると思うんですけど、チームで決めてあると思うんですけど、多分大体だって監督優しい顔して来ませんもん、そういう時。すごい怖い顔してるから、もう絶対に交代だなと思って渡しますもん、ボール。変わるぞって言ったらはいって言うしかないので。いけるかって言ったらいけますって言うわね。変わるぞって言ったらはいしかないんですよ。で、大体すいませんって言います。すいませんって言って変わります。そこまでピンチ作っちゃってすいませんって言って変わるので、次のピッチャー抑えてくれよっていう感じで変わります。大体それは言葉ですね。まあ決まってますよね。いけるかって言ったらいけます。変わるぞって言ったらはいで。前そういうのですいませんって言わなきゃいけない。決まってますよ、ね。それまで高騰していいピッチングしてたなって言ってもすいませんって言わなきゃ。ピンチ作ってるからね、ピンチじゃなきゃ監督そこまで来ないわけですから。で、大体はコーチが大体来るものですよね。監督変わるって言ってるから、そしてはいって言いますけど。まあ監督来た時はもう絶対交代ですから。昔の話はもう絶対もう。もう出てきた時に、あ、もう変わるなっていう。もうライン越す前にも変わるなって。これはこれで面白いですね、話として。僕は面白いと思いますよ。はい、では、続いて、中日の高橋投手。もう防御率が今注目されていて、現時点で規定投球回数にわずか3分の1イニング足りないんですけど、現在防御率 0.98。で、もしこのまま0点台で終えると、2リーグ分立後では、1970年の村山実さんに続く存在。村山さんありましたか ?0 点台。はい。っていうところの期待がある。まあ、あとはもう一個、基本塁打ゼロ。もう、前、今週基本塁打ゼロなんですけど。耳が痛いでいいんだっけ僕にとって耳が痛い話って、そういうの。よくホームラン一番打たれたピッチャーだからね。ホームランゼロ、今は。はい。で、最初は記録は2本。なので、まあ、ゼロでいけば、これも新記録。規定と投球回数に達して2本っていうのが記録なの？はい、現状で。僕最高34本ぐらい打たれてるからね、年間。確か。違ったっけ？一番打たれた時34本じゃなかったかな。26本だっけかな。何か、まあ、その打たれてます。すごいですよ。そんな打たれてよく投げさせてもらえないぐらい打たれてますよ。本当に多いの、ホームラン。36万36万ですよ。すごくないですか？普通36本も打たれたら投げさせてもらえないよね。基本塁打の最小記録が2本で、稲尾さんと日ハムのウルフさんと昨年の山本由伸の3人。じゃあ1っていうのも記録なんじゃん。1も記録です。1でも。はい。これ達成するね。もうだって、そんな試合ないもんだ。3回か4回、3回ぐらいだもん。打たれないよ、これ。ゼロ、はい、すごいね。いや、僕もなんかイメージだけは自分で一本も打たれなかったってイメージですよ。イメージは今残ってるのね。36本も打たれてるけど、イメージはゼロですよ。それはすごいな。0点台もすごいですよ。1点台いかないんでしょ。1点いかないんでしょ。だから、ドラゴンズがもう少し打線が良かったらね、20勝してるかもね。なかなか点数が取れないから苦労してるでしょうけど。いや、0点台はすごいですね。ちなみに今、規定投球回数に達してるセ・リーグのピッチャーで防御率1点台は今の時点で6人います。
だこれ多分100球前後で変わるようになってから、これ言い訳じゃなくて、僕らは130とか50とか、9回結構多いんで、防御率が2点台の前半で大体タイトル取れてるんですけど、今の人はもう1点台中盤ぐらいになっちゃうんじゃないですかね。やっぱりね、6回投げて変わるってこと結構多いでしょうから。だからそれは少し防御率上がっていくんでしょうね。だからバッターが3割いなく、少なくなってますよね。ピッチャーがいっぱい出てくるからね。だからその4回打席に立ってバッターはピッチャーに対するっていうのは今もう2回、下手すと3回いかないで2回ぐらいでピッチャー交代してリリーフが出てきちゃうから、バッターも3割減ってますもんね。今セリーグなんか1人か2人、パシフィックもこんなもんでしょ。1人か2人しかないですもんね。昔はだいたい1チーム1人ぐらいいたんですよ。だいたい6人とか8人ぐらいとか、多い時10人ぐらいいたからね。それがだから打率の方も3割いかなくなってきてるから、バッターもきついでしょうし、ピッチャーの防御率も取りづらくなってるでしょうね。その分、だから最多勝ってのが減ってきてるよね。昔は僕らの時15以上がタイトルのとこだったけど、今、菅野さんが今13だから15ぐらいいったら取れちゃうもんね。まあ15すごい多い方ですよね。13ぐらい取れるんじゃないですか、多分。ね。だから勝ちがすごい減ってきて防御率上がってるっていうふうになってきてるところですね。脱三振数とかもそうですね。まあ減っちゃいます、うん。うん。そうだね。僕が多い時、僕は少ない。エナさんも400取ってるからあれだけど、僕は220ちょっとだったから、221とか、そんなんですよ、タイトル取れた時に。220個ぐらいですから。221? だよね。今で150ぐらい減るんじゃないかな。回数少ないかな。だと思います。だからいろいろ変わってきてますよね。じゃあ、ここで視聴者さんからの質問コーナー。はい、ありがとうございます。山倉さん以外で組んでみたかったキャッチャーは誰ですか？ああ、なるほど、なるほど。組んでみたかったでいいんですね。はい。過去形でいいんですね。過去形で。もう何人もいます。先輩から言うと、野村さんとか、森さんとか、梨田さんなんか前かな。それから、古田さんとか、谷繁さんとか、あと忘れてる人は、名前があれでいっぱいいると思いますよ。でも、タイプによるので、なんつったらいいんだろう。僕の好きなタイプは、怒ってくれるときはすごく怒ってくれていいんですけど、自分好きなように投げたいからっていうタイプなんですよ。自分でこう、組み立てをある程度考えながら、それに沿ってダメなとき言ってくれっていうのが好きな。僕はタイプなので、例えば野村さんとか古田さんとか、谷繁さんも入るかな。キャッチャーが考えて、来る人は多分合わないかもしれないですよ。わかります？この感じ。わかりづらいかな。イメージも。なんかなんとなくそんなにお話したことないけど、ご挨拶したことしかないけど、梨田さんだったら合うかなっていう。そこはダメだからねって言ってくれるけど、まあ黙っておけてくれるみたいなイメージの人の方が多分合いやすいかなと思うんです。山倉はそういうタイプだったので。で、キャッチャーを組み立てする人は、組み立てが全然自分と考え方が違うと全くダメになっちゃうっていうとこですかね。だから今で言うと、巨人で言うと菅野さんは小林さん選ぶじゃないですか。で、小林さんと今合ってると思うんですよね。で、もう岸田さんと大城さんと合わないかっていうとそれはわからないんだけど、一番なんか心地よいので組ましてもらってるんだと思いますね、きっとね。昔もそういうことがあったんですけど。でもだから、ピッチャーとキャッチャーの関係って、ピッチャーはキャッチャーに頼りたいっていう人もいるから、そういうピッチャーはキャッチャーが組み立ててくれたところにこう投げていくっていうのは好きな人もいるので、一概に誰がいいかっていうことじゃないと思います。合う合わないっていうのはあるっていうことを思っていただいた方がいいかもしれないね。だからキャッチャーが優秀だから、ピッチャーがいいか悪いかっていうんじゃなくて、相性っていうものがあるので。なんかそれって先輩後輩の関係とかでも影響しそうな気がするんですけど、組み立てていく系のキャッチャーの方がもし自分の好きなように投げたい先輩ピッチャーだったらどういう、それはね、やっぱ先輩の方が投げやすいっていう人と後輩の方がいいっていう、好きにできるからっていう人に分かれます。僕はもう山から同級生だったから一番投げやすかった。同級生が一番気使わないんで。だからこのコーナーでもそうですけど、同級生は掛布なんか掛布って言えるじゃないですか。でも一回、一個上だと何々さんって言わなきゃいけないし、下でも何々さんって言ってることが多いですけど、下の人にもやっぱり気遣うっていうことがちょっとあるので、僕は同級生が一番気が楽だしっていうタイプですね。だからもう人によってものすごい違いますね、ピッチャーは。はい。
ということでございます。はい、最後の質問、バッテリーがどういう人が合うかっていう面白いご質問だったと思いますけど、かといって山倉とよく食事したかっていうと食事はほとんど行ってません。面白いんですけど、試合中はすごく面白いんですけど、その後に食事に行くかっていうとそうでもなかったので、これがちょっとピッチャーとキャッチャーの面白い関係かもしれません。また皆さんがこんな質問がちょっと聞いてみたいとか、これが気になるなっていうのがございましたら、ぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。